こんにちは。メンズファッション研究家、大山俊です。今回の動画では、最近僕が買ったあるアイテムをご紹介してみたいと思います。僕が最近買ったのは、ちょっと久々に覚悟をして買ったものなんですが、今実際に着用しています。こちらですね。なんだかわかりますかねこちらは Apple Watch なんですね。まあ、ずっと買いたいなと思っていたんですが、先延ばしにしまくった結果、ようやくですね、最近購入したわけですね。 アップルウォッチというものが登場してもう数年経つかなと思うんですが最初の頃って一部のガジェット好きの方だとか流行り物が好きな方がこぞって買っていたぐらいでなかなかですね周囲に持ってる人が少なかったんですがここ数年はですねだいぶアップルウォッチ持ってる方増えたのかなと思っています 僕の周りにもたくさんいますしきっとこちらの動画を見ていただいている皆さんの周りにもアップルウォッチを持っていたり中にはですね皆さんも既に持っているのかもしれないなと思っています、まあ、今回はこのアップルウォッチについてお話をしたいなと思うんですがこちらの YouTube チャンネルというのは一応ファッションというテーマがあるのでアップルウォッチの使い方だとか機能について説明するのではなくてアップルウォッチというものをファッションの一部としてどのように使えばいいのかこういったテーマでお話をしていきたいなと思っています。 っています まあ先ほどもお伝えした通りアップルウォッチっていうのはもともとガジェットが好きな方とかがこぞって買ったような商品なのでこのアイテムをファッションの一部として使うという人はそんなにですね人口は多くないのかなと思っていますですのでアップルウォッチを使うことでいかに日々の生活が快適になるのかこの部分にフォーカスしている方が多いかなと思うんですが僕は今回アップルウォッチをですねファッションの一部として取り入れたいなというふうに考えていたんですね、まあ、純粋にののデザインとというものを見てみると まあ、とてもシンプルで非常にアップルらしい洗練されたデザインなのかなと思っています。まあ、最初のうちはアップルウォッチの形にも賛否両論があったんですね。でも、それというのはやっぱりですね。今までになかったものなので、目が慣れていなかったというところ、ここが一つの大きな原因なのかなと思っています。そして、もう一つの大きな原因というのはまアップルウォッチの基本デザインというものは変わらないんですが、例えばバンドの選び方だとか、文字盤の選び方だとか素材の選び方だとかまあ。 いった部分が人によって大きく変わるんですねその結果同じアップルウォッチでも見え方が大きく変わるというところがこの時計の特徴なのかなと思っていますですので今回の動画ではまず僕はどんなアップルウォッチを買ったのかというところをご紹介しながら皆さんがアップルウォッチをファッションの一部として使う上でこの点は押さえておきましょうという明確なポイントですね2つお伝えしたいなと思っていますので是非最後までお楽しみいただければなと思っています。 はいということでまずは僕がどんなアップルウォッチを買ったのかというところから解説したいなと思っていますアップルウォッチといってもさまざまなものがあるんですね 例えばサイズの違いですとか素材の違いですとかあとはバンドの違いですとか、まあ、このような部分をまずはしっかりと押さえておきたいなと思うんですが僕が今回購入したアップルウォッチはですね数あるモデルの中からあえてですねちょっとぶっ飛んだものを購入したんですねそれがこちらのエルメスモデルになります僕の周りでもアップルウォッチ持ってる方はたくさんいますがなかなかですねエルメスモデルを持ってる方って多くないんですね多分僕の周りで2人ぐらいかなそれぐらい しかいないののがこのエルルメスモデルにななるんですねなかなかお目にかかることがないようなアップルウォッチなのかなと思っていますというのもアップルウォッチって価格の幅が結構広いんですよね一番リーズナブルなものだと大体5万円ぐらいから購入できるんですが素材が変わって8万円ぐらいそしてエルメスモデルになると10万円を超えてくるわけですね機能的には全く変わらない時計にこれだけ価格の差があるわけですねただアップルウォッチというのは機械式の時計と違ってやっぱり寿命みたいな ものがあるんですねどんなに頑張っても 4年年かから5年ぐら5ぐいいが一つのの目安なのかなと思っていますこれ以上使うとですね、まあ、もちろんバッテリーの持ちも悪くなるかなと思いますし iPhone と同じようにアップデートの対象外になったりするのでなかなか使い勝手が悪くなってくるのかなと思いますそういった5年ぐらい限定で使う時計にわざわざ投資をするというのはコストパフォーマンスのいい考え方じゃないですよねですのでわざわざここの部分にブランドものの時計を使うということ自体がやっぱり疑問があるのかなと思って ます僕自身もそれは十分に分かってるんですがそもそも僕がなぜアップルウォッチを買ったのかというと一つの経験としてアップルウォッチというものを体感してみたかったこれが一つの原因なんですねあとはこのように動画にするためのネタにしたかったというところがあるのでどうせ買うのであれば皆さんがなかなか選ばないようなコストパフォーマンスが高くないものをあえて買うことで一つのですね買うモチベーションにできたらなと思って今回はエルネスモデルを買ってみました まあエルメスモデルといっても基本的な構造はあまり変わりません。大きな違いはどこにあるかというと文字盤がエルメス専用のものを使うことができるということ。そしてベルトですね。 ここはエルメスの革製のベルトが付いてくる。この2点で値段が大きく変わるんですね。まあ、文字盤に関しては非公式ではありますが、エルメスの文字盤を通常のアップルウォッチに入れることもできたりするんですね。そしてバンドに関しては僕はエルメスのものをそのまま使うのではなくて、違うものを使っているので、実質エルメスである必要性ってそんなに多くはないかなと思っています。ですので皆さんがこれからアップルウォッチを買おうかなと思っているのでしたら、エルメス版というものは選択肢からまず外していいのかなと思っています。まあ 基本的なアップルウォッチの選び方なんですが、まずはサイズ選びがすごく重要かなと思っています。ケースの大きさによって2タイプあるんですね。40mm のタイプと 44mm のタイプがあります。この2つどちらを選ぶのか、僕はですね、これだけで1ヶ月近く悩みましたね。 結構結論が出なかったんですね。まあ通常であれば男性は大きい 44mm を選ぶことが多いんですけども僕は結構体が小柄ですし腕も細いのでちょっと 44mm だとごつい感じがしてしまうんですね。ですのでセオリーで言ったら 40mm の方が体型には合うのかなと思うんですが実際にアップルストアに行って2つを並べてみると 大きい方がですね、やっぱり男らしくてかっこよく映るんですよね。ここが困った点で、しかも実際に試着をしてみると、武骨で男らしくて、やっぱり収まりは 44mm の方がいいのかなと思ったんですね。確かに機械式の時計も、以前ですね、ちょっとごつめのものをするというのがトレンドだった時期があるので、僕はそういった時期も見ていたので、やっぱり大きい時計に対するなんとなく憧れみたいなものがあったんですが、実際にですね、冷静に見てみると、やっぱり やっぱり僕の体には 40mm の方が収まりが良かったんですね。ですので散々悩んだ結果僕は 40mm の方を選ぶようにしました。もし皆さんが Apple Watch を買うとしたら標準体型以上であればですね 44mm を選んだ方がバランスがいいかなと思います。一方で僕のように標準体型よりももっと小柄な方の場合は 40mm を選んだ方が全体のバランスが取りやすいかなと思いますので目安としていただきたいなと思っています。そしてて続いて ウォッチのの素材というのもたくさんんの選択肢があるんですねただ大きく分けるとアルミ製なのかステンレス製なのかこの2つにですね区分することができるのかなと思っていますでこの2つは値段が大きく変わるんですねアルミ製のものの方がお手頃になっていましてステンレスに変えるだけで3万円価格が上がるんですねじゃあ見た目にどれぐらいの変化があるのかというとアルミのものでも十分素敵かなと思っています特にスペースグレーのちょっとマットな色合いなんかは上品 すごく雰囲気がいいいかなと思いますのでまずこちらの2つを悩んだ時にはアルミで僕は間違いないのかなというふうに思っています一方で僕が選んだエルメスモデルというのはデフォルトでステンレスになっているんですがこのステンレス素材というのはいわゆる機械式時計なんかにも採用されているのでより上品な大人っぽい雰囲気は出やすいかなと思っています僕なんかは何度も何度も試着をしたのでよーく比べてみるとやっぱりステンレスの美しさっていうのは感じるわけなんですが一般的に普通に 使う上ではでで、ね、ですすすねね十分アルミのの雰囲気でも良いいいかなという,ふうに思っていますこれまで機械式の時計ですとかちょっと高いものを使っていて質だとか細かな違いにこだわりたい方というのはステンレスを選んだ方がいいかなと思いますがそれ以外の場合はアルミを選んでおくと間違いがないのかなと思っています。 そして、ここからがめちゃくちゃ重要な箇所になります。これからお伝えする2つの要素がですね、全体のバランスを大きく左右する場所なので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。まず、1つ目に重要になってくるのは、バンドの種類なんですね。 アップルウォッチのバンドというのは様々なバリエーションがあるんですがこれをどんなものを選ぶかで全然見栄えが変わってくるんですねこのバンドにはアップルの純正のものとサードパーティーと呼ばれるような社外品のものがあるんですねこの2つを合わせるとものすごいバリエーションになるので結構多くの方が悩まれている項目なのかなと思っていますで結構ですね街でよく見かけるアップルウォッチというのは アップル純正のゴムっぽいバンドだとか、あとはナイロンっぽいですね、スポーツバンドをしている方が結構多いかなと思うんですが、こういったものはですね、なかなか素敵に見えづらいかなと思います。まあできればですね、ちょっと綺麗めな要素が漂うようなバンドをすると良いかなと思っています。 中でもおすすめなのはミラネーゼと呼ばれるアップル純正のステンレス製のベルトなんですね。これはですね、ものすごく上品な仕上がりになっていまして、僕も何度か試着をしてみたんですが、これはすごくおすすめのバンドなのかなと思っています。中でもスペースグレーと呼ばれるような、すごく濃いめのグレーですね。これが品があって素敵なので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいかなと思っています。結構金額は高いんですよね。それでも一年中通して使いやすいですし、非常にですね、バンドも止めやすいんです。 ですね 使い勝手と見た目というところを兼ね備えたのがミラネーゼバンドかなと思いますのでこちらはぜひお勧めしたいバンドの一つかなと思っていますじゃあ僕はですねどんなバンドを使っているのかというとエルメス版を買った時にですね最初からこのようなレザー製のバンドがついてくるんですねこちらがすごく雰囲気はいいんですよさすがにエルメス製のバンドということで革の質も上品ですし作りも成功でちょっと裏側が覗いた時の雰囲気もいいので僕自身すごく気に入っているんですがただですね いくつかデメリットがあるんですねまずレザー製のものというのは夏には結構しんどいところがあります 汗でベタベタになってしまって劣化がしやすいのでそういった点では季節的に春夏にはあまり向かないかなと思っていますそして僕はですね 40mm を選んだので結構カーベルトもですね細くて女性的に見えてしまうんですよねですので僕はこのレザー製のバンドを使う時には必ずアップルウォッチとバングルをですね併用するようにしていますこの2つを重ね付けすることで少しボリューム感を出すとですねバランスがいいかなと思っていますので主に秋冬に バングーと併用しながらこちらは使ってみたいなと思っています。まあ、エルメスのバンドは高いので、もしこういった上品なものを使いたい場合は、サードパーティーのものを選んでみるといいかなと思います。まあ、楽天なんかで見てみると、このようなシンプルなレザー製のバンドっていうのは、だいたい5000円前後で結構たくさん売ってますので、そういったものでも十分なのかなと思っています。もしお仕事でアップルウォッチというものをガンガン使いたいのであれば、このようなシンプルなブラックのカーベルトも良いかなと思っています。ですが、僕が実際に愛用しているは、 これからご紹介すするナトーベルトというものなんですねこれはですね僕はもう一つ機械式の時計を持ってるんですがそちらでも同じものを使っているんですね、まあ、ナイロン製のバンドになるんですが金具が付いていて少しですねシルバーの質感が上品に映るのがこの NATO ベルトの特徴なのかなと思いますもともとはミリタリー由来のアイテムではあるんですがこの NATO ベルトというものをあえて機械式時計につけるというのが結構おしゃれな人が使っているテクニックなのかなと思っています まあ例えばロレックスだとかオメガだとかこのような機械式時計にナトーベルトをしている方は意外と多いんですねまあカジュアルではあるんですがシンプルでなおかつ少しですね品のある雰囲気が漂うのがこのナトーベルトの特徴なのかなと思っていますですがここで一つ問題があって Apple Watch 専用の NATO ベルトってほとんど売ってないんですね楽天とかで検索してもまあ、数点分かってくるんですがたくさんはないんですねまあ、その中でも散々僕はインターネットで検索をしましてまあ、一つの NATO ベルトに出会ったんですね こちらのものなんですが、インケースというブランドもので、国内では取り扱いがなくて、アメリカでしか買えなかったりするんですが、今回僕はですね、アマゾンでたまたま在庫があったので、こちらを買ってみました。グレーと乾きの中間のような色で非常に気に入っているんですが、一点だけ難点がありまして、結構パーツが大きくて主張が強いんですね。ですので、ここが気に入らなくて、僕はですね、あんまり使うことがなかったんですね。で、どうしたものかなと思って散々いろいろ調べてみて、その結果、 僕が普段使っている機械式時計用のですねフェニックスと呼ばれるブランドの NATO ベルトがあるんですねこちらはイギリスのですね国防省お墨付きの商品として結構ナトーベルトが好きな方の間では有名なアイテムなんですがこちらを楽天で購入をしましてこれをですねジョキジョキとハサミで切って こちらのバンドと同じように実際にアタッチメントできるように自分でカスタマイズしたんですねそれがこちらの NATO ベルトになります非常にうまくいったのでめちゃくちゃ気に入っているんですねこれはちょっとマニアックな方法かなと思うんですが市販のものでなかなかいい NATO ベルトが売ってないのでこういった方法もあるよということは頭の片隅に置いていただきたいなと思います一応楽天にもサードパーティーでいくつか NATO ベルトがあるので基本的にはそちらでも十分かなと思いますので下の説明欄にですね リンクを貼っておきたいなと思っていますはい続いて重要になってくるのが文字盤なんですねアップルウォッチの面白いところは文字盤をですね自由にカスタマイズできるところなんですねこの文字盤で結構ですね印象が大きく変わってしまうので皆さんにも注意をしていただきたい項目かなと思っています、まあ、結構ですねアップルウォッチというのはガジェット好きの方が持っている場合が多いので使い勝手の良さだとか機能面にフォーカスしている方が非常に多いのかなと思っています 結構大きめの文字がドンと出てくるものですとか、あとは様々な機能が一つの画面に収まっているようなものを使っている方も多いかなと思うんですが、こういったものはどうしてもカジュアルに映ってしまうので、できればシンプルで王道的な文字盤を選んでいただきたいなと思っています。中でも僕がおすすめなのは、 クロノグラフという文字盤なんですね。これはいわゆる機械式時計なんかで採用されることが多い文字盤なんですが、正統派でデザインもシンプルではあるんですが、少し凝った作りにもなっているので、アップ t c チにも相性がいいのかなと思っています。 いろいろと文字盤を見てみたんですが、まあ、間違いなくこれが鉄板かなと思うのでぜひ皆さんにはですねこういったクロノグラフを採用していただきたいなと思っています僕は先ほどナトベルトを付けてると言いましたがクロノグラフとナトベルトこれまたすごく相性がいいのでぜひこの組み合わせも試していただきたいなと思っています はい。ということで今回の動画では僕が最近購入した Apple Watch の選び方ですとかファッション的に使うにはどのようなカスタマイズが必要なのかこの点について解説をしてみました。中でも大切になるのはバンドの選び方と文字盤の選び方ですね。ここさえ間違わなければ結構ですね、大人の男性にも似合いやすい Apple Watch というものが作ることができるのかなと思っています。 ま、実際にアップォッチを使い始めて僕は一週間ぐらい経つんですが正直ですね、機能面は全然使いこなせていませんアップォッチ一つがあれば様々なことができるんですが僕が主に使っているのは Gmail ですとかメッセンジャーですとか LINE こういったものの通知が手元で見れるというところそこはすごく便利かなというふうに思っていますあとは僕はですね、普段ランニングをしたりウォーキングをしたりするのでその時に iPhone を持っていかなくてもこちらのアップォッチだけを持っていけば ペースや歩数の計測もできますし、音楽を聴いたり、AirPods を持っていれば、これで会話もできたりするんですね。ですので iPhone を自宅に置いて外に出る機会というのが少しずつ増えてきました。 まあ僕が使ってたこれぐらいの用途だけなんですけども、まあ、このような今までに全くなかったようなガジェットが自分の生活の中に加わるだけでやっぱり気分は高揚するのかなと思っていますアップルウォッチのシェアというのは今後ますます増えていくのかなと思います僕の前でも結構高級な機械式時計を使っていた方がアップルウォッチに乗り換えるという方も結構出てきたんですね このように機能面ですとか日々の使い勝手というところを考えるとアップルウォッチという選択肢というのは今後ますます伸びてくるのかなと思っていますそしてどうせ持つのであればこのアップルウォッチというのをアクセサリーの一部としておしゃれに使ってもらいたいなと思っていますのでそういう場合は今回の動画を参考にしながらですねご自身なりにアップルウォッチというものをファッションの一部としてご活用いただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします